こんにちは、ひろかです。本日はとあるお休みの日の様子をお届けしてまいります。この日はサイスタでパンフェスと謎解きツアーが行われておりましたので、浦和のフットサル仲間の皆さんと一緒にやってまいりました。まず最初にですね、パンなのにいきなりビールを飲むという、もう昼からビール本当に幸せです。幸せのメロンパンも美味しそうだったんですけれども、まずはですね、私行きたいところがありまして、もうこんなにねたくさんお店全国から集まっているんですけれども、そうやはりですね、大好きな8番小泉芳生選手が推しているこちらのお店にやってまいりました。ちょっといくつか試食をさせていただきまして、小泉選手推しだったコーヒーのパン買ってしまいました。一斤丸ごと。そしてやはりビールを飲んでいるので、ちょっとねしょっぱめのパンを食べたいなということで、こちらのカレーパンいただきました。衣がザクザク感あって美味しかったです。そしてデザートにこちらのお店でソフトクリームいただきました。9月なのに本当にめちゃくちゃ暑くて、もう汗だくでね、アイスが本当に染みましたね。そして謎解きの方に入ってまいりましたが、ちょっと中はほとんど映していないんですけれども、こんな感じでですね、サイスタツアーも兼ねていろんなところを回りながら謎解きをしました。結構難しくてすごい本格的で、2時間くらいかかったんですかね。無事解き終えることができました。もう来年も絶対やってほしいですね。そのままですね、大宮のナックファイブスタジアムの方に送っていただきまして、この日は大宮熊本戦、もうね J2 の残留争いっていうところで、まあナックファイブ自体が行ったことがなかったので行ってみることにしました。まあちょっと前半間に合わなかったので後半からの参戦になったんですけれども、まずはスタグルを買いましょうというところで、こちらのね台湾混ぜそばをいただきました。台湾混ぜそば食べるの初めてだったんですけど、めちゃくちゃ美味しくて本当にドハマりしてしまって、最近家でも食べております。というわけでスタジアムの様子お楽しみください。
今ブラジルののカモンロスを見て非常に満足して帰り道についておりますが、このような感じでですね、神社の境内の方を通っていくので非常に趣のある道となっております。日中通るのもねすごく楽しそうですね。道沿いにおしゃれなお店とかもたくさんあると聞いていたので、今度は日中にも行ってみたいと思います。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。